国馬川に架か,かる石橋、またま橋またま橋は、沖縄県の那覇市と富城区市の間を流れる、国馬川に架か,かる橋の名称。また、富城区市川の地名にもなっている。新宿港秘文によれば、またま橋が最初に加強されたのは、琉球王国、第二直し時代、第三大昇進王の1522年である。その目的は一日常の政治目的。 二、城と、水の保護。三、有事の際に、島尻地域の軍勢を、那覇港に集結させるため、であり、首里と沖縄本島南部を結ぶ新樹道の一部として、建造された。初代の橋は木造であった。また間橋が石造橋となったのは、第十一代、正忠仕様の1708年のことで、五連の、アーチ橋が完成した。当時の琉球国内では、 1451年に建造された超皇帝に続く石像アーチ橋であったと考えられている。橋長約38メートル、福井約4.8メートルで、両端のアーチ橋は無名だが、中の3つのアーチ橋は南からそれぞれ、よもち橋、こもこ橋、よより橋と命名されていた。その後1837年に大改修されて、 琉球王国消滅後も存在していたが、1945年、沖縄戦の際退却する日本軍によって破壊された。戦後米軍によって鉄橋が、さらに1963年には、琉球政府によってコンクリート橋が架けられていたが、2002年に、再びアーチ橋として架橋された。この架橋工事の際に、旧アーチ橋の遺構が発見され、現在も、 国馬側の両岸に保存されている。共鳴のマダマとは、おもろごの褒め言葉であるという。17世紀初期には、富臼く紛りマダマ共存としての記録がある。琉球国由来期、移動節電によれば、中国から渡ってきた人々が、マダマ橋の東に定住し、東洋を設けて瓦木を焼き、琉球における、最初の焼け瓦となったというが、 その年代は不明である。明治以降も、またま共存として存在し、1880年における、個数は62、人口304人だった。1903年、富城区管切でないのかかず村及び、根サブ村と合併して、サネカブ村となり、1908年に、沖縄県及び当初町村選志向により、富城区村の一部となった。昔、 ひでりが続き、またま橋に埋める生贄を決めるため、矢を飛ばして刺さった家の娘を生贄にしようということになる。だが、矢が刺さったのは言い出した人の家だったため、その人の娘が生贄にされ、橋に埋められた。という言い伝えがある。また、別の言い伝えでは、一人の親女が、寝年生まれで、七色のもっといを身につけた女を人柱に立てよとの、 信託を告げたところ、その信女が正しくその女であり、信託を告げた自分が人柱に立てられることとなり、最後の時、自分の娘に、人より先に口を聞いてはいけないという言葉を残した、というものもある。なお、後者の言い伝えについては、岡本喜道の擬曲、長良川をそれに基づいてアレンジした、伝説劇、またまばし由来記が作られている。 また、芥川賞作家の大城達弘も、それに基づいた新作組踊り、真珠道を作った。ありがとうございます。